こんにちは、つちのこです。さあ、フェスのお題来ましたね。トリックはトリート。ちょっと意味わかんなかったんだけど、トリックってお化けのこと？トリートがお菓子のことなのかな？ハロウィンの時によく使うこと。そう、僕実はあんまりよく知ってない。お菓子をくれなきゃいたずらするぞってやつですよね。トリックがいたずらをするってことで、トリートがお菓子をあげるおもてなしをするっていうことみたい。なるほど。じゃああれだ、子供がトリックオアトリートで、大人がトリートする、あげる、おもてなしするみたいな感じだから、僕一応大人だからトリートにしようかな。お菓子がもらえる夢の、僕子供の頃やったかな。やった覚えが全然ないんだけど、あげた覚えもないんだけど家に来た覚えもないんだけど。48時間フェスか今回。よーし。なんかそういやギアもらえるみたいだね。ゲームニュースの、あ、これか。ハロウィンギアを。ここだ。初めてギアを受け取る。オッケー。もらっちゃおう。よし。もらえるぜ。キョンキョンボー。かわいいキョンキョンボー。ホッケ仮面。ジェイソンじゃねえか。あぶや。いいねえ。これ、いよいよダサいみたいな。あ、でもこの悪魔のやつってすげえ女の子だと似合いそう。オンライン、完全にやばいやつだろ、これ。ねえ。オンラインでこの帽子ってやばくね？ねえ。あら、みんな結構やっぱ、つけてるね。あ、なんかかわいい。顔がなんかハロウィンっぽくなってる。みんなつけてる。いいね。あ、キョンシー帽になるんだ、ちゃんと。キョンシーつけたら。キョンシー帽になるじゃない。キョンシーみたいにあの、ほっぺがぴょんぴょんってつくんだ、赤いの。すごーい。似合ってる。いいね。かわいいな。さて、今回ね、熊さん武器あるんで、鮭をジェイソンでぶった切ってやるぜ。よし。あっぶんね。うわ、くせ。ちょっと熊さん武器でも悲しみの熊さん武器でもきつすぎる。すげえ、光灰に全く引きを取らないぜ、みんな。むしろ勝ってる。いいねえ。勝つねえ。なにこれ？おや？ちょっと待って。今誰か使ってないか？スペシャルね。今ちょっと見えたぞ。スペシャル使っちゃってんの。楽でいいね。あ、やっべえ。やっべえ。普通にダイブしちゃった。よし、ナイス。みんなお疲れ様。今回は成績超いいみたいな感じはなかったけど、やっぱり成功率は高めでしたね。深夜でしたけど、やってくれたみんなありがとうございました。ゲットしようっと。あれ初めてかも、ギア。デベロッパーズワークウェア、いいね。なんかパス持ってるみたい。チャーちゃん、セーラー服にイカのお札ってなかなかイケてるね。あれ、ポムちゃんだけ、ポムちゃんだけ仲間外れなんだけど、完全に。あれ、おかしいな。ハロウィン衣装持ってなかったのかな。ということで、ハロウィン衣装。そして僕は、トリートの方を選びました。よかったらまた次回も見てください。それじゃあ、つちのこでした。